セリウスによる安らぎ。はい、皆さんこんにちは、アチでございます。いつか我々もスカイリムですね、やっていきましょう。永遠なる時の流れの中でちょっと会話しましょうね。再びクストはファルクリースにて墓地を、私は祠の管理をしている。タジュールからのお届け物を持ってきた。ああ、それはベリットの灰か。実に素晴らしいやつだった。立派に年を重ねられる兵士はそういないものだからな。届けてくれてありがとう。彼にふさわしい葬式をあげてやろう。さあ、これはほんのお礼だ。はい、召喚について教えてくれる？これ以上教えてあげられることはない。ないんだね。一人でこの墓場を管理してるのか？アーケーの慈愛にかけて違う。この墓地を一人で番をするには年を取りすぎているし、第一ここは広すぎる。クストという者が助手をしている。墓地の世話をしたり掃除をしたり、最後の安息の場所にふさわしくするための手伝いをしてくれているのだ。うん、なるほど。人生はとても短いものだ。インダラ・カエリリア、夫のマシアスと一緒にコープスライト農園で働いています。おー、この人旦那でね。なんて時代だ。いつもこんなに陰気な場所なのか？そうだね。理由は説明できないが、お妻と自分は何か邪悪な魔法がかけられてるのではと考えている。あるいはアーケーの影響が強く、アーケーがこの状態を望んでいるからかもしれない。ああ、そうなんだ。誰が死んだんだ？娘だよ。まだほんの子供だった。かわいそうに10回目の冬を迎えられなかった。うん、一体誰の仕業だ？シンディングだ。渡りの労働者らしい。至ってまともな男に見えたのに、処分が決まるまでシカローにぶち込んでやる。やつの顔を拝む勇気があるなら見に行くといい。一体どうしたらこんな真似ができるって言うんだ。おお、月明かりに照らされて。なぜ死んだ？娘はズタズタに引き裂かれていた。まるでサーベルキャットに殺された鹿のように。埋葬しようにも満足に亡骸も集められなくてな。うん、なぜこんなに大きな墓地が？あれは古い墓地でな、この町ができるよりも前からあるんだ。自分は学者じゃないが、この辺りが昔から何度も戦場になったことは知っている。戦のたびに死人が埋葬され、墓場は次第に大きくなった。今じゃスカイリム最大の墓場らしい。そうなんだね。なぜあんなことができるのか本当に理解。さあ、じゃあ苦しむよ。ちょっとこの辺片付けていきましょうか。シンディングと話す。どっち？あ、すぐ近くだね。よいしょ、こっちかな。あら、あ、こっちだね。ここだね。おーっと、壁があっちゃった。ここだね。チカロー、チカローって言ってましたね。で、おお、お前は、あ、これか。ここに力があるのかい？ファルクリス兵舎。ほい、で、力っていうぐらいだから地下なんだろうね。あら、兵士さんがいて、あ、なんか本がある。殺害、自分がやられる前に。何それ、こんな本知らないね。へえ。で、あ、これはチカローか。ん、一応話してみる、兵士と。お腹いっぱいの蜂蜜酒でしっぽりとやる。しっぽりっていう言葉はなかなか聞かないよね。そうだね。あ、チカロだね。あ、こっちかな。サルモールはどうしているかな。高慢的な腹を出しておられる。あ、来た来た。お、水。
ああ、化け物を見物しに来たのか。うん、少女を襲ったらしいな。信じてくれ、決してそんなつもりじゃなかったんだ。俺はただ我を失ってしまっただけだ。訴えたが誰も信じちゃくれない。すべてはこの忌々しい指輪のせいだ。ん、何の指輪だ。これはハーシーンの指輪だ。これがあれば意のままに変身できると聞いた。おそらく以前はな、今では確かめようもない。ハーシーンは俺が指輪を手に入れたことなどお構いなく呪いをかけた。指輪をはめると突然体に変化が起こった。それがいつ起きるかは予測がつかない。最悪のタイミングで起きるかもしれない。ちょうどあの少女といた時のように。うん、変身とはどんな。どのみちここで死ぬのなら秘密を守っても意味がないな。月の影響を受けて獣に姿を変える者たちについては聞いたことがあるだろう。俺はその一人なんだ。いわゆるウェアウルフさ。人には言えない恥ずべき秘密だよ。だから指輪が欲しかった。変身をコントロールできると言われていたからだ。今は人間に見えるかもしれないが、体の中にはまだ獣がくすぶっている。さらに激しくな。うん、これからどうすんだ。俺はハーシーンの怒りを鎮める方法を探してきた。この地方にはある種の獣がいる。大きくて堂々としたやつだ。そいつを葬った者はハーシーンの声が聞けると言われている。俺はそいつを追って森に入ったんだが、そこで例の子供と出くわしてしまった。許しを乞いたいんだ。指輪を返してきてくれ。だが俺がここに閉じ込められている限り、あの獣は野放しのままだ。ああ、いいでしょう。指輪をハーシーン届けよっと。ハーシーンとは何者だ。狩猟を司るデイドラの王を知っているか。狩りを何よりの楽しみとし、狼に変身する力を人間に与えた存在だ。怒らせてはならない強大な存在。俺はそれに気づくのが遅すぎた。うん、どうして少女を襲った。たまたまファルクリースにやってきた。製材所で働き手を募集してたんで、なんとか務まりそうだと思ったんだ。自分にもできる仕事だって。あの幼い少女を見た時、俺の体に何かが走った。味を想像し狩りをしなくちゃならなかった。だがこの貧弱な体は狩りには向いていなかった。動きは鈍く鋭い爪もない。肉を引き裂くための牙もないと来てる。俺は懸命に衝動を抑えていた。だがそれは身の内でふつふつと煮えたぎっていった。あの娘はとても華奢で格好の獲物に見えた。そしてとうとう俺は自分のしたことが恐ろしい。多分俺なんか消えた方が皆のためなんだ。うん、わかりました。指輪をハーシーに届けようと。おお、頼まれてくれるか。 じゃあこれを。この忌々しい代物とは金輪際関わりたくない。例の獣を探し出せ。奴はこの森をうろついてる。奴を仕留めるんだ。そうすれば、そう、狩猟の王が微笑んでくれるだろう。幸運を祈る。だが俺がこの姿でいるうちにここを離れた方がいい。互いの道がまた交わることがあれば、あんたへの恩を思い出すだろう。達者でな。おお、呪われた配信の指輪を追加。ん？でもあの人まだマーカー消えない。わっ、わー、わー、あら、どっか行っちゃったよ。あら、あー、彼を倒すのか。お前はあの人殺しの乱暴者と話していたな。そしてあいつは逃げた。何を隠している。うん、触るなと。あ、それだけかい。なんか意味があるのかなと思ったんだけど。さあ、このハーシーンの指輪、呪われたこれを、あ、装備しちゃってるけど、狼の血をランダムに呼び起こす。おお、これは、この装備は外すことができません。あ、そういうことか。早く逃げないと。
実は私このクエスト初めてですね。こんなクエストあったんだ。ウェアウルフになるっていうのはね、別件でしてたんです。例えば戦士ギルドね、このゲームでは戦士ギルドとは言わないんですけど、その絡みで狼男とうんぬんかんぬんっていうのはあったんですけどね。あとあれですね、シルバーブラッド、あ違う、シルバーブラッドじゃないか、なんかでね、狼男倒すための集団がいるんですね。狼男を倒すのをなりわいにしてそうな集団がいるんですけど、その彼らのあれですね、彼らの絡みがそういう感じに、ああこっちでもういきなりいいんだ、こっちだね。夜のうちにやっちゃう、それとも昼のうちにやっちゃおうか。今夜の12時だね。7時間待ちましょう。私ランダムで狼男になっちゃうんだね、これ。こっちかな、あそうだね、こっちだね。いやこっち行っちゃダメだね。でこっちだね。さあいろんなもんが入っちゃったね、盗賊ギルドのね絡みをやる前にアルクリースでいろいろなクエストが入っちゃいましたね。あこっちなんかあるね。さっきこれ行っちゃおうか、これ見つけとくか。って聞いたら嫌だなあ。でもこんなに通路に近かったらいないかな。これだね、ピークのシェイドタワー。お見つかってる、やばい、あれが出てきたあれが出てきたね。よいしょー、はい、スプリガンマロン、マカロン、マトロン、よいしょ、勝てそうだね。わあ、全然減らないんだけど。よし、自分のチームね。よいしょ、また回復するんだよねこれね、時間はね。あ、取った、よし、はい、シュコンね。多分何かあるね、ここ。あ、ない？あ、なんもないのか。なんもないか。階段ぐらいあるかなと思ったんだけど。あとはその、さっきの剣だね。シンリングさんの。え？どっち？こんな険しいとこ登っていくの？てか登れないんだけどね。あ、なんとか登れてる。いやー、険しいなー。え？険しすぎて登れない。もうちょっと向こうかな。もうちょっと向こうか。多分ね。よいしょ。ちょっとごめんなさいね。へんてこな感じでね。あ、でももう時間来ちゃったね。じゃあちょっととりあえずこの辺で終わっておきましょうか。スカイリム終わっておきます。どうもありがとうございました。